所得税減税経済対策の一つとして、岸田文雄首相が26日、与党に検討を指示した。案では、子供などの扶養家族を含めて所得税と住民税の減税を1人当たり計4万円を2024年6月から行う。一方、所得税などの課税がない低所得世帯には、1世帯7万円を給付。支給は今年3月の物価高対策で決まった分と合わせて計10万円となり、年内に始める。減税策は11月2日に閣議決定予定の経済対策に盛り込み、具体的な制度設計について与党の税制調査会で議論する。所得税非課税で住民税納税は500万人。制度設計の最大の課題は、1人当たり4万円の減税額を満額で受けられる人たちと、7万円の給付が予定される所得税と住民税の非課税世帯の狭間にいる人への対応だ。政府の推計では、所得税は非課税だが、住民税を納税する人が約500万人、納税額が4万円未満で減税の恩恵を全て受けられない人が約400万人いるという。首相は丁寧に対応するとするが、漏れが生じない公平な制度づくりはこれからで簡単ではない。首相は現時点で減税の対象に所得制限を導入することには慎重だが、自民党内には年収2000万円以上は対象外にする案も浮上。自民党の宮沢洋一税調会長は27日の会合終了後、所得制限は税調でしっかり議論すると話し、検討項目であることを示した。1年限定に公明は同調せず、1年限定とする減税の期間についても与党内で異なる意見が出ている。公明党の石井啓一幹事長は同日の記者会見で、賃金上昇が物価高に追いつくまで必要だとし、景気動向次第では延長が必要だとの見解を早々と出した。今回は、過去2年間の所得税と住民税の増収分が3兆5000億円だったことから、ほぼ同等の金額を減税分に振り向けるほか、低所得世帯への給付を合わせると5兆円規模の支援を想定している。そんな中、防衛費増額や少子化対策の安定財源など未だ巨額支出の計画は定まっておらず、国の財政のやりくりはますます困難となりかねない。GDP 押し上げ 0.12%。財源国債なら費用対効果は低い。財政悪化の懸念がある一方で、経済の押し上げ効果も低いとの見方がある。野村総合研究所の木内隆秀氏は、所得減税が5兆円の場合、国内総生産 GDP の 0.12% にとどまると試算する。財源は新規国債発行で賄われる可能性が高く、その場合は現役や将来世代の負担となり、費用対効果は低い政策となると指摘。巨額の税金を投じる所得減税が経済対策としてふさわしいか、慎重な議論が求められる。一回だけ高々数万円配るだけで経済効果あるとしたら、消費税のマイナス効果の凄まじさがわかりそうなもんだけど。仮に7万もらったり4万減税されても、結局税金の一部として支払う。コロナの時も税金として使用した。わろた。国債で借金して税金ばらまく意味ないな草。年収300未満できちんと保険や税金を納めてる一人者。消費税 5% に半年とか期限限定でやった方が家や車などの高額なもの動くから消費が伸びて良さそうだけどな。減税って、感覚がいまいちじゃね？年収500万以下のやつに全員10万配ればいいんだよ。独身で500万以上のやつは苦しくねえだろ。家族持ちは501万だと自分はもらえないけど、奥さんと子供2人いるやつは30万もらえる。そういうことだ。物価高に対する経済対策だからな。あと、ある程度の預金、資産持ちも対象外な。ええね、それ。それいいね。独身500万以上は苦しくないだろうし。同一世帯収入なら1割高収入専用主婦の組み合わせは共働き世帯よりたくさんの税金取られてる問題も解消できる。消費税って誰もが等しく大税金みたいな建前なんだから、そこを減税すれば南は招く減税効果がもたらされるのに。仕事もしてないし収入ない一人暮らしだけど住所不定のままだから一度ももらえず。そもそもワンショットのばらまきに経済効果なんて一切ないし。こんなの複雑すぎて理解不能な庶民も多数出てくる。減税と給付の同時進行はそもそも複雑で無理がある。中間層以下への10万円給付の一本化で OK。物価を下げればいいだろ。年金収入だけで、資産は億ある年よりもがっつりもらえるのか。世帯数って一人暮らしも入ってるよな。よく使う指標だけど、意味なくない？消費単位としての世帯という概念は、統計的には有意。給付金の効果についてはどっちが良いかはわからん。こういう給付系の金いつも対象外でろくにもらったことないわ。もう諦めてる。俺のことか。通貨所得税が4万円未満なら給付金くれよう。どんな基準でも漏れる人は一定数出てくるからイチャモンでしかない。年収300万は年間所得税9000円だし、4万も払ってないから戻っても来ない。頑張って底辺から抜け出して必死に体痛めながら生きてるのにあんまりだ。ばらまき以前に構造的な問題を改善しないと、この先労働人口が減れば供給不足が問題になるかもしれない。少子化を早急に改善しないと。働けばいいじゃん。無理笑い。選挙に行くやつ対象かな。面倒だから消費税 5% まで下げるでいいよ。
そもそも自助できるやつには、自助させるのが社会保障、公平だの全世代型だの言い出したのが根本的な間違いだろう。本来支給する必要がなかったやつにも支給しろと言うんだから、そりゃいくら増税したって足りんわ。アメリカ国債180兆円分もあるのだから、50兆円分くらい売却しちゃえよ。1ドル100円くらいになるよ。納税しているわけでもなく、世帯主でもなく、って人たち？まあそこの世帯は減税対象になってそのうちの一人としてカウントされるんでしょ？とても優しくできてるんじゃない？マイナカードに登録した銀行口座にサクッと30万円支給したらいいんだよ。何所得税減税とか時間かかることやってんだよ。こういう時には給付金が一番効果あるってコロナ禍の給付金で勉強したんじゃなかったか？ネットでは金持ちしかいない設定なのにくさ。境目の人はちょっと1000円ぐらい所得多いとか少ないレベルの差で、数万円単位で得したり損したりしてるってのは、そもそも税金ではよくある話だろう。どうやったら狭間になれるんだ？いちいち気にすんな。ワープアさんかわいそう。この先これまでのサービスを受けられなくなるかもしれない。金もらって喜んでる場合じゃないというのに。消費税下げてや。ひどく不公平な制度だ。大まかな所得制限だけつけて、一律給付の方が、早くてわかりやすく公平。俺、氷河期だけど、祖父母と妹だけもらえて俺だけもらえなかった地域振興券のこと、まだ許してないから。手を挙げたやつに給付やろ。漏れが少ないがな。この狭間層、いわゆる年収200万前後が今の日本だと一番多いもんな。まあこいつら選挙行かないからこんな感じに扱われてるんだろうけど。それ働いてる人じゃなくて年金受給者だぞ。氷河期底辺も救ってくれよ。年収1000万以上は対象外の給付金にしろ。損をするのは自己責任です。こんなわけのわからないエセ減税より、消費税 5% 減税とかしてくださいよ。マイナンバーの公金受取口座の出番はないのかね。減税破壊者の経理担当者の負担も重い。希望する人だけに給付すれば損する人いなくなるな。大規模減税すると反動で大規模増税が来るって庶民はなぜ理解できないのかな。本来は金をすればいい話やな。というか金持ちに金ばらまいた雇用調整金とか持続化給付金とかの方がよっぽど立ち悪いわ。特に雇用調整は解雇してるのに平気でもらってる企業ばっかだし、もともと4万円に満たないような納税額が少ない人が4万円全額の恩恵受けられないって当たり前の話だろ。そもそも4万円も納税してないんだから。それより500万円納税して4万円どころか所得制限で何も恩恵受けられないような方が問題だろ。基金の使われなかった余剰金が12兆円あるから一律10万円の給付金でいいのでは？それから国債発行は借金じゃない。市中にお金を流し回すのが悪としてデフレ災いで緊縮増税をした結果が少子化と日本の衰退を招いている。消費税廃止から始めよう。そろそろ選挙かねえ。みんな消費税は払ってるから権利はある。だから希望する人だけに還元でみんなハッピー。野党は年4万を突っ込まないのか？月3000円ちょっとで、物価高の役に立たんぞ。定額一律給付、毎月10万円以上にしてもらいたいよね。去年ある程度の収入あって今年100万円台の低収入とか試算だろ。定額で富裕層以外にばらまくのが正解。一律現金給付が一番シンプルで効果的なんだよ。インフレにはなるだろうがその分で損するのは、溜め込んで使わない老人なんだからむしろ好都合。フルタイムで働いてる社会人のみに所得税減税すればいいんだよ。それ以外は一切非対象で OK。社会保険料払っている層のみ対象でいいと思う。その方が手続き楽だろうし。住民税の均等割だけかかるからといって、給付金をいつももらえない。涙。所得税非課税なら今回10万円給付の対象だろう。おめでとう。両方なしがいる一方、両取りもいるだろ。全国民に配れよ。条件も受けても配分のコストが上がるだけ。狭間にも10万出るように調整してんだろ。消費税減らせば済むものを。年収2000万以上とか浮世離れしたこと言い出す奴らに期待するだけ無駄。低所得のちょっと上で何ももらえない層は何とも言えないところの気分じゃないだろう。計算上、定額給付は高所得ほど税率としては少なくなるから、ちゃんと段階的な課税になってるだろ？違う？シンプルに全員同額ばらまけよ。配るのも遅すぎるしな。海外へは速攻なのに。どうするもこうするも金で評価うなよ。消費税廃止すればよいじゃん。国民全員5万配るでよいだろ。なんでわざわざ一部から半貫買うようなやり方すんの？センスなさすぎだろ。こんな一時しのぎでどの層も救われるわけねえだろくさ。一律10万円は経済効果としてふさわしくなかったのでもうやらないんだな。所得税納税者に限るにして800万円以上の高収入層にやらないだけでいいと思うけどな。定額で10万円くらいいけるだろ。コロナ5類になった今年の方が消費支出落ちてんの笑える。コロナのせいじゃなかったな。ほんとそれ。もう都合のいい言い訳はできなくなっちゃったなくさ。実質賃金、連続マイナス17ヶ月。単純に国民の可処分所得減ってて消費する力ないんだよ。国民が困窮化してる。ボーダーが一番辛いのは全ての事象でそうだから。あちら立てればこちらが立たず。結局、消費税減税が一番フェア。20代独身の生活保護。憲法で保障されますくさ。給付金は経済効果を狙うためのものではないのに一緒にしようとするのがバカなのである。ややこしいから一律給付にしたらええやん。何のためマイナンバーに口座紐付けしたんや。マイナンバーに所得、に紐付けは給付なくてもしゃあないやろ。公明もむちゃくちゃだよ。今頃そんなこと言うのなら軽減税率導入せずに給付付き税額控除にしておけばよかっただろ。
話を複雑にしてるだけだと思うわ。なんでこんな時間のかかることするんだろうな。一人一律7万円を公金口座に振り込んだら 8.5 兆くらいだろ。2009年の地デジ化のエコポイントすらテレビ買う金なかったので、数年はテレビ映らずに NHK の受信料を延滞しながらも無駄に払ってきて、コロナの旅行支援も旅行カバンすら買うことができないんです。何のために公的給付金受け取り口座紐付けしたんよ。来年選挙だからやっていることは全て高齢者向けだと割り切って考えろ。全然ありがたいって書き子がないな。すまんが俺はすげえありがたいぞ。本当に困ってた。78年前までは5年間ほど赤字の日々だった。世の中から全然無視されてたのに、今はなぜかもらえてるぞ。不思議だ。困ってる時に欲しかったな。今はダブル福祉でなんとかやれてるしな。ちなみに60歳前半だよ。わしゃ親と同居してたら生活費援助してもらってることになるから不正受給になるの。就任直後からやたらサラリーマンに冷たかったが、国の基盤を支えてる。そうにあれだけ喧嘩売ったら後々響くだろうなとは思っていたよ。狭間の世界。でもあれ、その総20万円って話なかった？日本人20万円給付は予選会というか、いろいろ複雑になってしまってるから難しいのはわかるけど、選挙に有利とかじゃなくて可能な限りフェアにやってほしい。最近異次元のって聞くと、目的のためには手段選ばずみたいに聞こえる。本当なら年寄りも平等に消費税取るべきなのに、まさかの所得税なし7万円支給。10円で昼飯作れると底辺だけど、日本が下がってきたので狭間にいる自分がなんで心を痛めなきゃいけないのか。日本社会無理すぎる。年収200万以内の人かな。減税を満額受け取れない人は。だから派遣とかで働いてるワープアはまたもや対象外で、所得税3万引いてもらって住民税1万の4万減税だけだよ。よくわからないんだけど、低所得者層に金をばらまくことに何かデメリットあるの？どうせすぐに食費や光熱費に使われるんだろ。トリクルダウンの逆ってことにならないのかな。すぐに使うのがいいんだろう。金持ちに1万やっても喜ばないけど、貧民に1万やれば喜んで脳に変えてくれるし、コスパ最高。経済効果があったらまずいだろ。インフレしてしまう。減税なんて名目にしないで普通に配ればいいじゃん。しかも住民税と所得税別々に減らすとか、余計な事務処理を増やそうとしてるとしか思えない。ちょうど俺200万いくかいかないか。車庫入ってるからガツによっちゃ手取り生ぽいか。隠れワープアとでも呼ぶか。物価高で困ってるんだから、商品価格をすぐに下げられる消費税減税が一番効果がある。税率変更の手間はかかるけど、安くなるならみんな頑張るだろ。食料品とか年率 10% 以上で上がり続けてるので、焼け石に水じゃね。さらに言うと、消費税減税は円安とインフレをさらに進ませる効果があるから、低所得層対策としては意味ないところか逆効果にすらなる。結局上に座れるんだから、その過程で楽に過ごせる人がいるなら、個人へのばらまきこそが正義のような気がするんだけど。賃上げなんて無理なんでしょ。国民全員20万円配ったけど、大半が貯金に回された。しかし底辺に配れば大喜びですぐに使ってくれる。余った予算は全て底辺に配ればいい。どこまでが底辺？俺建築現場作業員だから十分底辺だと思うんだが。お金があったらいいなと思える層は底辺ではないよ。金持ちとの相対評価ではないからね。お前の感想言われてもな。予算は有限、優先順位をつけて粛々と給付するべし。みんなの要求通りに給付してたら、それこそばらまき。税金も健康保険も天引きできっちり持っていかれるのに、コロナの10万円以外もらえた試しがないな。毎月解散総選挙やれば、所得税も住民税も消費税もあっという間に全てなくなるだろうね。だからみんな20万円が良かったんだよ。消費税減税すれば良かったのに、8%、5%。単純に、年末調整確定申告で所得税納税者に1人当たり10万減税で良かったのにさ。しかも1年限定が常識らしいからくさ。どこの常識？財務省の常識？なんで累進課税を復活させないんだろう？消費税は逆進性が高いから、貧乏人ほど苦しいって散々言われてるのにさ。年金と社保1年で良いからタダにしてほしいわ。全員に一括で配ればいいだけだぞ。消費税下げれば漏れなく万人に恩恵が届けられるのにな。お前らが所得税というから、いくら払ってるのか見てみたわ。大体年で120万くらいだった。平凡なサラリーマンでも、結構払ってるものなんだな。こんな形だけの減税に使うなら、防衛費充実とか進んでない新幹線整備とか目に見える成果に使いなよ。生ポって健康保険料払ってないよな。しかも無料なんだろ。それで非課税世帯とかないわ。毎月バイト以上のお金もらってるのに、持ち代とかわけわからんお金ももらってさ、健康保険料払ってる非課税世帯に絞るべき。税収が過去最高になってんなら、一回一年は消費税を 5% にして、社会保障所得税を3分の1にした上で、一律に20万くらい給付金配ればいいよな。これで経済が回復しないわけないよな。これじゃダメなんか？税収は過去最高でも、歳出も過去最高だから、財政が苦しいのは変わらない。なぜか？
少子高齢化して社会保障費が爆増しているから。ただこれだけのシンプルなお話だから絶望的なんだよ。年金生活の高齢者には現物支給とかじゃダメなのか？ホタテや米とか野菜や肉じゃダメなの？そんなことやったら選挙に負けるだろ。少子高齢化で高齢者の数が多い上に投票率も高いからな。少子高齢化した時点で積んでるんだよ。選挙目当ての思いつきだから、いろんな矛盾が出てくるんだよ。最初から、貧乏人救済で良いと思うわ。結局、一人4万年内給付に落ち着く。10万の時使った口座に振り込み。ちょっと待てよ。全国民に配ってどうしたいの？その財源は赤字国債なんだぜ。円安を止めるためにも、国債償還を優先すべし。金を配ってもインフレは止まらんよ。ますます、加速するだけよ。税金で吸い上げても経済は回復しないよ。この30年が証明している。もうそろそろ政治とは両を第一に考えてることに気づかないと。所得制限は慎重。年収500万実家暮らし独身と子供2人賃貸マンション暮らしの年収850万。金が必要なのは後者だろ。あくまで生活支援なんだから経済効果歌う意味がわからん。来年の自動車税を頼む。中間層以下の世帯20万円給付への一本化で OK。 なぜ減税よ。生活状況が人によって段違いなのが低所得層。だからワークアがいると分かっててもわざわざ区切って手を出さなかったのにな。所得税では低所得だが、親の援助や脱税節税でまあまあ良い暮らししてるのがゴロゴロいて面倒なそうなんよ。前回の口座に一律5万配った方がマシやろ。わざわざ法改正してまでやることかよ所得減税って。それか納めた税金の1割還元にしろや。物価高対策としてすぐに配るべし。忘れた頃手取り増えてもあんまりありがたくない。段階分けしないのが悪い。10、7、4、3万支給すればいいだけ。終わり。全国民に還元するなら1人丸万円とか一律給付しかないと思うけどね。マイナンバーに口座紐付けしてる人限定で一律4万円給付でいいじゃん。金額も時期もバラバラ。ややこしくして手間だけ増やすの好きやなほんま。独身がそんなのがおかしい。同じだけ所得税払ってるのに。俺も独身だけど、独身は損でいい。所得税法なんて10万ぐらいしか払ってねえしどうでもいいわ。それより住民税30万、国庫30万、年金20万どうにかしてくれや。国庫だけなんでそんなに安いんだ？終わり。動画のご視聴ありがとうございました。